やばい、コンタクトが。こんばんざーい。あー、洗濯物が見えてしまうという。音でかいっすか、これ。おい、おい、うしいだ。おまざい。パンチジャパイマネスケでドイツキスマイリです。ご存知の通り、レジオこんばんは。今日もかわいい。今日はなんかしばらく会えないので、ちょっとね、髪の毛頑張ったんですけど、すごい今もボサボサ爆発しちゃったね。ボサボサのパキパキ。あー、ワンマンの音がバレちゃったね。パックこんばんは。皆さんもこんばんざい。はじめまして。明けましておめでとうございます。ムーンヒロさん、お疲れ様、ありがとうございます。ナオさん、名古屋来れない自慢。え、そうなの、本当に本当に名古屋にというか、もう全部ねダメになっちゃって。今日本当にね、あのライブ見ましたか？無料配信やってたんですけど、なんか最後の曲がジャンピングアップジャパンで、言うてジャンピングアップジャパンのリリース期間中に前回もコロナの感じだったじゃん。だし余計になんかもジャンピングアップジャパン本当にいい曲すぎるし、ふみさんがなんかみんな大好きだよみたいなことを 言ったところで、うわ、そういえば今日で自粛みたいな入るじゃんっていうのに気づいて、そう、それまでね、あのすごい楽しかったんですけど、あ、そういえばこの曲終わったらもうライブしばらくないんじゃん、みんなに会えないんじゃんと思ったらね、悲しくなってきちゃってやばかったね。みんなうるうる来てたみたいなんですけど、そう、なんかね、それで MC も何言ってるか分かんなくなっちゃって本当に頭真っ白になっちゃって、何を言ってんのか、あっ!ってなっちゃってね、よく分かんなかったという状況でございました。本当に耐えてたんだけどね。くらさん、こんばんざい。こんばんざい。そう、バンザイジャパンは、年がら年中っていうの、365日朝昼晩でもこんばんざいっていう挨拶をするの。こんばんはということではないけど、こんばんざいっていう、おはばんざいとかはないけど、そう、こんばんざいっていつでも使える挨拶にしてます。そんな感じ。あと、なんかそう、なんだろう、物販のことをね、オンライン楽市楽だとか、そういう、なんだ、なんていうの、そう、日本独自の呼び方っていうのをね、大切にしているようなグループです。大切にしているようなグループ?うん、そう。とも、お疲れ、ありがとうございます。高見さん、こんばんざーい。ボサボサでしょ?ボサボサなんだよ、ほんと。髪の毛の色もやばいから、私どうしようかな。なんかもう一旦ちょっと髪の毛を落ち着かせようかなってちょっと企んでるんですけど、なんかすぐ取れちゃっていう茶色にしようかなと思って、染めに行けないっていうのもあるしね。ひみさん、こんばんは。名古屋ピエンだよ、ほんとね、結構名古屋でも会える、名古屋にいる方いてね、待っててくれた方もいたんですけど、しかも遠征って基本選抜なので、あのね、そういう風に選ばれたっていうか、みんながねライブ来てくれて、せっかくね、あの勝ち取ったものの遠征だったので、余計にね、ごめんなさいって感じ。ピエンすぎるのよ。だいぶ見ましたね。手合わせしたね、もみひろさん。ありがとう。じゃんけんしようとしたでしょ。割と。
でもね、私も歓喜余っちゃってじゃんけんできなかった。ゼロさんこんにちは。安全第一なんでコロナにかからず元気でいてくださいね。ほんとそう、みんなもそうだよ本当に。でもインフルエンザもね、あのみんな忘れてると思うけど時期的にも、まあでも遅いよねインフルエンザって。1月、まあでも大体多分11月ぐらいから流行りだすんだけど、そういうコロナの関係でみんながちゃんとね手洗いうがいとかしてるから、多分インフルがそんなに充満してないっていうのはあると思うので、あのまあそんな感じだよね。インフルエンザもお気をつけください。みおちゃんこんばんは、おはようございます。そう、明日からですね、エンディング MC はボロボロでした。もうね、何とか分かんなかった、本当にやばかった。私は本当はあの万歳、そのミュージックビデオが曲名の通り万歳ファイターというね、曲名の通りメンバーがヒーローと悪になって戦っている、ヒーローと悪になって戦っていて、とてもユーモアで面白いミュージックビデオとなっておりますので、ぜひ見てくださいって言おうとしたの。もう全然ね出てこなかった。もう動画が YouTube に上がってる、はいみたいななっちゃってね、やばかった。そうやばすぎ。もちり騒ぎの最初ちゃんとフォーム一つ作って振り向くところ好き。あーそうだね、なんかそうだね、昨日今日ってあのそうステージ上でマイクの受け渡しができないもんだから、ワンダジャパンはフォーメーションね、いろんなフォーメーションがあって今回9人フォーメーションで組んでたんですけど、まあね曲終わりごとに出るメンバーも違うのでね、マイクの受け渡しがあるんですが、それが NG だったので一回一回止めてライブをするという形を取ったんですけど、逆に最初から最後まで曲が見れるってレアだと思います。思った今、めちゃめちゃレアだったかも。だいたいいつもつなぎとかで最後はいはいとかね、イントロんアウトロインとかしてくるんだけど、最初からやるっていうのは珍しかったね。だからつなぎでやりすぎて最初からはあんまりやらなすぎて、最初逆にどうだったっけってなるやつもあるぐらいにめったにやらないよね。お祭り騒ぎとかだって最初からやるのってもう SE 始まりのお祭り騒ぎじゃないと最初からやるっていうのもないのでね。来てくれてありがとうございました、ほんとライブ。サマさんもこんにちは。みやーこさんこんばんざい、みやーこさんこんばんざい、ありがとうございます。フルニーこんばんは、こんばんは皆様、ほんとに目の感想が、あ待ってコメントとか飛んじゃった。ふむこんばんざい、そう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 なの、こんばんざい、どこでも使えるよ。お休み前のラストのジャンピン大ちゃんと手を合わせできたらよかったです、ありがとうございます。本当に投げちゃうよね。あおちゃんおつありがとう。ジュニアこんばんは、こうライブお疲れ様、ありがとうございました。本当にこうやってたね、だんだんロミオとジュリエットみたいになってきた待ってロミオとジュリエットが分かんないからあれだけど、なんか雰囲気分かった。おロミオって下から言ってるロミオに対してジュリエットが塔の上にいるみたいな感じだよね。今日も好きな一日でした、ありがとうございました。本当にでも最後に会えてね、本当あの物販だけでもって言って来てくれた人も割といたので本当にありがとうございました。アーカイブ LINE ライブでガルーボムで検索すればアーカイブ見れるそうです。今なんかコメント来たありがとう。なんかあ見れるんだって、ガムラブなんだって、ガムラブなんとかアーカイブ見れるって。こんにちはシンゴラブルナッキーいつもフルネームこの全部読むっていう、
インフル流行期ですよ。私インフルエンザ1回しかなったことないんですよね。びっくりしちゃうぐらい。いつなったかも覚えてないけど、まあ奇跡だ。え、コマさんはね、いつ毎年絶対最初になる人って決まってるんだよ、インフルエンザやっと来たねっていう感じ。いや、よくないけどね。今日のお宿は、おホテルナイト、おー甲府、あ、伊沢って言ってたっけ。え、甲府のホテルナイトってどこにあるんだろう。めっちゃ聞くけど。ケケさんこんにちは。みんな結構大事だからゆっくり。いや、ほんとそうだよ。みんなもそうだよ。みんなも逆に、なんかバンザイジャパンってほんと毎日ね、ライブあるし、むしろ最近なんて1日2本ライブあったぐらいだし、まあリリースイベントもあるので、もう何本1日やってんのみたいな感じがあるので、あー、で、トップガーで映ったら、あー、そうそう、なんだっけ、何の話した、今何の話したか忘れた、一気に。え、今何の話してた。あ、え、今何の話してた、私忘れちゃった。何の話してたっけな。え、何の話してた、今何について話してたっけな。 MC の時メイさんのヤッピーを見ていた顔が忘れられないらちょっとごじっちゃってる。いや、本当にね。あ、LINE ライブ？ LINE ライブの話したっけ？あれ？わかんなくなっちゃった。でもね、メイさんもね、来てたって言ってた。本当にやばかったって言ってたけど、私はもうそれどころじゃなくて、もうメイさんとね、が、なんかフォロー入ってくれたけど、何言ってるかわかんなくて。ふみさんもね、なんか入ってくれたけど、2人で何を私喋ってるのか全然聞き取れなくて、聞き取れないっていうか、もう筒抜けになっちゃってて、何を言ってるか分かんなくて、みさんが最後に「ね」みたいな言ってたけど、何の「ね」だろうみたいな感じぐらいな、頭が真っ白になってて何も分かんなかった。そうし、その後自分が何て言ったかも覚えてないみたいな感じ。いやーねー、ほんとだからさ、言うてもさ、あれだよね、だって1年ぐらい経つぐらいじゃない、そういう前回のコロナから始まって今回の自粛みたいな、1年でようやっとね、ライブが徐々にな時のからのまたピーンって感じだからね、なんとも言えないよね。なんだかね、誰も悪くないし。高山こんばんは。いろいろ思うこともあると思うけど、今我慢されない。いや、ほんとそうだよ。今はほんと我慢していくしかないし、多分私もあの東京でいるのがもうないので、まあ、山梨からという感じになりますね。そうそう、次会う時は東京にいませんという感じかもしれない、もしかしたらね。今日競馬負けて、基地5人がどこにいるか知ってる？え、わかんない、やばいじゃんそれ、地面に埋まってるよそれ多分。風船ガム動画しか引っかからなかったピエン。何、風船ガム動画って。あ、ガムラムなんとかってやつ。風船ガム動画ってそんなのあるの。あ、ドンキの横、なんかさ、そう、ドンキがさ2つ増えたんだよね。伊沢と、まあ河口湖の方にもあるけど、伊沢ともう1個新しくドンキができたんだけど、え、あの、え、伊沢のドンキの方にないと、あ裏の方か、裏の方、あれ裏の方がない、え、ホテル、あそこホテルナイトなの、あの裏が、あのドンキの裏の方行って、なんか多分ホテルみたいなって抜けて荻野があるとこでしょ多分。あ、誠さんだ、こんばんは。誠さんって私の知ってる誠さんかなこれ。あ、違う誠さんだった、こんばんは。デイチさんこんばんは。お風呂入りながら聞いてます。本当、じゃあ私もお風呂入ろうかな今から、このまま。え、なんかさ、ツイッターで見たよ、ショールームでお風呂配信したらバンされたみたいな。そうだよなと思いながら。フリスキーだ、うひゃー、こんにちは。
ジャック先生が言いに来たよ、フリスキーがね、あの11日楽しみにしてて F 席だったんだけどねって、って悲しくなったお互いに本当に困る。こんばんは。 LINE ライブ、なんだ何についてだったかな。早くも嫁ちゃんロス。いや本当に私の方がロスだよ。あ、アーカイブが見られるって話してた。でもね、話の続きがねもう全然思い出せないんですよ。レの画像くださいって、あげる手段がないですね本当に。でもね、キャリーバッグ前開きって調べると出てくる、あのそういうキャリーバッグが。そや、あの、あ、やばい、そう、山梨にまあ住み替えるので、より長くリュックサックを、リュックなんですけどリュックを背負うということを考えたら、本当に今でももう肩もね凝るし、なんだろう、本当に歩きながら姿勢が悪い、もう腰が曲がってるのが分かるのよ。そうするともう将来不安じゃん、もう本当不安しかないから。不安しかないし猫背になっちゃうし、もともとなんか身長高いからあんまり大きく見せたくなくて猫背になっちゃってるっていうのもあるから、なんかもういろいろ加味してキャリーバッグを引いた方が綺麗に歩けるんじゃないかって決断になって、キャリーバッグにしようかなって思ったの、思いました。でも電車の乗り方が分かんないので頑張りたいと思います。パパさんこんばんは。撤収します、ありがとうございました。運転してる動画や画像を見て元気を出せて伝えて、分かった。いっぱいドライブして山梨にも来てください。あ、そう、会えないね、間が愛を育むっていいよね、やっぱ。え、ね、宮っちさ、びっくりしたんだけど、あなた甲府生まれなの。びっくりだね、めっちゃ甲州人じゃん。そしたら親も甲州人ってことなのかな。親は甲州人ではないけど山梨で生まれたって感じ。ちょっとよくわかんないけど、よくわかんないこと言った。山梨行っても忘れないでね。忘れませんよ、普通にライブは出るのでね。仕事外のスーツでだいぶよく通ったかっこいいねと言われた。本当にそのスーツでの意見も、いや本当にあのお仕事帰りの姿って結構萌えポイントじゃない。しかも普段見られないじゃんそんな。いやしかもなんかこうね、お仕事終わりに会いに来てくれたという愛おしさがね募りますよ本当。明けおめヨヨさんこんばんは。ゾウモちゃんもこんばんは。お年玉のつもりががっつり絞られた、やばいじゃん。これこの間勝ったって調子乗るからだよそれ。絶対そう。そうそう、イサノドンキのら、そうだよね、やっぱりね。私はいつもあのそこの近くの、エネオスでガソリンを入れてますね。自分事情、このセルフのイサバのガソリンスタンドにお世話になっておりますね。かけるちうまい。これも定型文で何もうまいことないから本当。ナンシーさんこんばんは。最初調子乗ったからその時、ほらほらほら、やっぱね、そうでしょ。マキちゃんの、あー、そうなんですね、なるほどなるほど、こんばんざい、ありがとうございます。それシティのメンバーじゃ、あ、それか、その人なんだ。やば、STU の方がお風呂配信ダメだよ。もうなんか、え、それってさ、ここの、何、もう裸かんぼじゃん、もう。食べてるやつまだあんまりあるけど何枚かいる。え、ほんとくれるのなら、あのむしろ、え、てかむしろ配ってくださいっていう感じ。配ってください、ぜひ。永見さんとか、永見さんいる。明日永見さん来るから、あのラオちゃん、永見さんにそれ渡してあげてよ。そしたらモティ、いやー仕方ないさ、もうしょうがないよね、もうしょうがないと思うしかない。
高身長女子いいよね。本当私プラさんより大きいけどいいの？マジで。でも本当にね最近はいいと思ってる。身長高いことに対していいと思ってるけど、あのね東京じゃいいんだけど山梨帰るとあの大きいとね目立つじゃん。からすごい嫌なのそれがそれはすごい嫌だ。父が新潟で母が神奈川だけど、あーそうなのね。え移住してたってこと？じゃあなんかそれって何人って言うんだろうね。甲州、ただ山梨生まれただけだからなんだろうね。難しいね。甲州さんにしとこう。甲州さんにしよう。生後100日目のお宮参りを武田神社。じゃあもう甲州人だよそれ。そうなのね。ガクブルしてる。腰の位置にベルトがあるリュックなら重さが分散されるから少し楽になる。いやなんかねあるんだけど、あないけど、もうねリュック自体を背負うことでもうねダメって思った体になんかをつけたくないっていうのを思ったし、絶対引いた方が楽だし、私最近寒すぎて最寄り駅から走るんですよ。なんかリュックだとあんまり走りにくいし、前ね遠征の時にキャリー引いてた時は朝ねちょっとやばい遅れるってなってキャリーをめっちゃ引きながら走ったんですけど、めちゃめちゃ走りやすくて、だからキャリーで走れるのはもう検証してるので、そうキャリーで走る意味わかんないことを言ってますが、大体決まったコンプラは守りましょうね。守らないとやばいよね。今日三崎神社行ってきました。ガラガラでした。そうなの。あでもだってまだ5日だもん。あでもいつ毎年空いてるのそれくらい。私は毎年金桜神社派です。そう金桜神社派なんだよね。割と配ったけど余ってんの。ちょっと山梨の私のファンの方にちょっと分けてあげてください。明日いると思う。うちのスマホ毎日雪予報なんだけど、どこの地域指してるのかな。群馬はどうなの。雪来ても可愛いもいいんだけど面白いも忘れないでね。ね私ね思った、あのね2021年は面白いって言わないようにしようと思って、なぜならなんだろう、東京がレベル高いとかそういう話は分かんないけど、あの私のお笑いにみんながついてこれてないからダメなんだなって思った。あの超私の周りの人は超笑ってくれてたからこっち来てあれなんか通じないなと思っちゃった。通じない、伝わらない、笑いのセンスが違うみたいな感じ、わかんない全然ね。ちょっと小難しいなってあのここ何ヶ月か思ってたのか思ってて、そうそうみんながね私のちょっとそういうねネタについてこれないなっていう感じではありますね。そうだから地元帰った時とか、まあ、全然ね友達にも会ってないけど超笑ってくれるからね優しいのかな。それともなんか優しさが溢れまくっちゃってるのかな、わかんないけど。そうそうそうなんだよね。どこまで言うのどこかんないって言った。新潟と岡間のハーフ。あそう、えなんかさあれだね、そのハーフ、その県と別県と別県で別県で生まれたって、何地元どこになるんだろうね。地元あの出産、うん、なんだろう何人っていうの、そういう人たちって難しくない。私も完全なる甲州人だから、甲州人って言えるけど、生まれた場所がそういう元になるのか、親のその感じでなるのか、どうなんですかね。
ビクもキャリーも昨日勝利デザインを優勢したよな。それはね、仕様で使うのはねそうだけど、仕事用だはもうほんと機能性でしかないので、もうとにかく私なんだろう、こうパカっていうのが嫌なんだよ。リュックはパカっていうのが嫌で、上だけが開くタイプじゃないと嫌だというこだわりがあって、なんかこう荷物とか、あ、なんか小さく収めたいというねこだわりがあったり、だからさ、こういうリュックだ、こうやってチャック開けるリュックだと全部バッて出てくるじゃん。それがすごいね嫌だなっていうこだわり深くしてますね。蹴り出したら車輪取れんで、え、でも取れなかったよ。それはたまたま運良かったのかな。ヘアさんこんばんは。血圧測ってません。珍しいじゃん。あ、そういうこと。ジャケットあれだよ、オンラインリリースイベントで送られてくるリリースイベントは、あ、違う違う違う、送られてくる CD はランダムなので、絶対なんだろう、推しが入っている CD が送られてくるっていう保証はありませんというのは、そう、あの、もともとなんだろう言ってあるので、その辺はご了承ください。あなたの笑いが昭和すぎすぎ。いやいや、でもさ、え、伝わるよ。ちなみにはサマチンジャ派です。あ、でも、まあ、デイチさんはね、近いから、そうじゃない。毎日混んでるんだ。え、甘酒ある？私結構甘酒あるかがすごい重要なんだよね。甘酒好きだから。武田神社は甘酒あるじゃん。金桜神社もね、多分三が日はあるんだけど、過ぎたらないんですよね。大体そうか、みんな、どこも。うちのとこ雪はない。あ、今から結構降るの、群馬って。師匠がそんな雪だって、師匠が困ります。いや、私は自分では面白いと思ってるけど、その周りに伝わらないなというのがあるので、まあ、まあ別に、なんだろう、別に自分は面白くないみたいな思うわけじゃなく、ただ言わないようにするみたいな感じ。え、面白さ拾ってくれる。多分ね、もうね、私のね、こういうのに多分みんなめんどくさがってるから拾わないだけなんで、きっとそう。あ、ジュリアさんがね、最近めっちゃ笑ってくれんの。こう二人でね、話すときは、笑う。個別で、なんか変なこと言えば、絶対笑ってくるんだけど、みんなの前でダーンって言うと、シーンってなるから、そういうネタですよね、もう。そういうネタ。ふときさん、こんばんは。見惚れ、なにこれ、見惚れてる笑うの忘れちゃ、なんて読むんだっけこれ、見惚れて笑うの、あ、見とれて、あ、なんだこれ、なんて読むんだろう、見惚れ。ちょっとなんだろう、見惚れっていうのかな、これ見とれてかな。そういうことを私に夢中になりすぎて、なんかもうお笑いが入ってこないみたいな感じかな。あだ、そんな垂れちゃんは今の話聞いて、キャリーにすると素材のルックも見るといいよ、体にフィットする。え、違うの、ね、もうね、体にフィットするとこは全然いいんだけど、まず衣装が入ることで、ポケットとか収納があることという、あ、いろんな、もう完全に仕事用なのでというこだわりです。登山用のリュックも私、大菩薩霊を登る予定だったので中止になっちゃったんですけど、登山用のリュックあるんですけど、あれじゃ全然入ん、絶対入んない。生まれ育ち育ちは玉田が、そこ何出身っていうのそれ。鎌倉って山梨の母だけど甲州人で OK。 あー、でもまあ山梨から甲州人でいいんじゃない。意外とみんなハーフなんだね。生まれ育った場所じゃない、僕が兵庫、神さんが静岡で、この人千葉県民だよ。あー、じゃあ生まれたとこなのかな、なんかわかんない、どうなんだろう。自分の好きな場所が地元だよね。そうしよう。
東京と山形のハーフで群馬生まれ、本籍静岡出身栃木。すごい、なんかもう訳が分からなくて、たくさんの県をまたいでるという、とても素晴らしいことだと思います。伝わるんだけど笑うより懐かしい。まあラオちゃんたち雰囲気らへんはね、そう懐かしいってなるかもね。まあ言うて私なんか面白いって言ってたけど、ただそのパクって言ってるだけだからね、全然面白くないんですけど、たまに自分のねネタが降ってきて面白い時もあるけど、よかの面白くないかもよ。新年のお参り行ってないから明日行こうかな。いや行った方がいいよ、私も行かないとって思ってます。本当は今日は今日から山梨に行ってようと思って、本当は今日ライブお休みしようと思ってたんですよ。だけどいろんなことがあり、ライブに出ましょうってなって、ライブ出たので、なんかいろんな、なんだろう、こう巡り合わせで出てよかったなって思いました。今日でね、私がもし今日休みだったら、昨日で最後だったので、いやそう、なんかいろいろな運が良かったというかと思っております。ここね、とっておきの一発ギャグをどうぞ。嫌です。いや私ね、ほんとさ、あれなんだよ、なんかさ、何かさ面白いって言うんだったらやってって言われるけど、なんかやってって言われて出るもんじゃないんだよ。なんかすごい言い訳だけど、なんかじゃあなんかやってって言われて出ないんだよ。自然なありのままの自分が面白いから、こう会話してる中でなんかパッてひらめいたりするやつとか、そうだから友達とかにもよくそんなことすぐ思いつくねみたいなことをよく言われてたので、まあ、そういうとこだけはね、頭の回転早いんだよねとか言ってなんか自慢げんしてたけど、そうだからなんか押し込んでこう 言えないんだよ。本当にこれ分かって、近所の東テリビアで甘酒振る舞ってよ。いいな、甘酒、むしろ初詣で甘酒を飲みに行くみたいなところはあった。年齢が一緒だから、ツボが、年齢一緒じゃないよ、ツボにって、ああ友達たちが、ああ、ジュリアさんがね、あそうかもしれない、そうかも。キャリーは二輪、四輪だね、四輪。コシッチョショートソタハネはタイプすぎです、好き。ありがとうございます、好きです、ありがとうございます。まあ、デイチさんは私より大きかったからね、まあ、よかったですよ。よかった、何が良かったのか分かんないけど、師匠の笑いがレベルが高すぎて一般人には通じないので、僕の笑いは師匠に通じないけど、いや平野さんはね面白いと思うよ。なんか面白いというか、ちゃんとひねって面白くしてるのがすごいと思う。そんなことできないもんっていう、ちゃんと考えての面白さだから頭がいいんだと思う。本当に女性の甲州人ですわ。こんにちは甲州人。本籍は本家、何本家の墓にある父親父の実家の新潟。じゃあラオはもう新潟人だ、やばい、新潟人だ。ルシリさんだ、こんばんは。都民玉が地元、どっちやねん、どっちやねん。山梨の友達の家泊まりた時に推しの墓行ったけど、すごい綺麗、あすごい綺麗なのよ、本当に綺麗。行ったことあるのね、嬉しい。その辺、そちら辺に友達がいるの。あそこめっちゃ練り物がいっぱいあるじゃないですか、超美味しい練り物も。練り物っていうの、なんかかまぼこみたいなやつ。タツに長いアルペン、アルペン仕様、あ、アルペンね。頭の後ろまでスリム、ポケットを洗うほど。でも登山のもさ、ちょっと持ち歩きたくないな。スイマがすいませんはちょっと面白いと思ってたよ。え、本当？スイマがすいません。これはそんなに
難易度低いよ、難易度低い。甘酒飲んだ後運転しないでねとの看板を知る私。え、そんなのあるの。でもさ、まあでもあれか、外にあるのって割とアルコール入ってるのも多いよね。でも基本アルコールか、初詣アルコールか、登山、登山じゃないや、甘酒。あの電池はねないので手持ちになってます。冷静に分析するのやめてください。でもほんとそうだと思っちゃったそう思っちゃった。私はだから考えてお笑いを出せないので、ありのままでなんか喋りながら変なこと言ってなみたいなレベルだから何も考えてないの。山梨友達結構いる。え、そうなの、嬉しい。ちょっと山梨おいで。こないだフルーツ直売所勝沼店で一日店長やったの。またなんかそういう機会があったらぜひ遊びに来てください。私ね缶販売をねしたい缶販売を2021年したいなという夢があります。できるかな、いろんな予算とかでとかいろんな話、そういうのあるけどね。何も考えずとりあえず缶販売をしてみたいなという夢。アリちゃん高くてよかったね。意外と大きかったでしょ。本籍親戚住んでるだけで俺には縁もゆかりもない。あ、そうなの、悲しいじゃん。でも私本籍はずっと山梨ですね。アリちゃん山梨ってしてなんか勝手におーってなってた。なんか嬉しいよね、そういうなんかこう親近感じゃないけど。ドクターマーチンの靴のサイズを教えて自分用の参考にしたい。それやばい。まあ私は足が大きいので26なんですけど、でも靴の仕様によっては 26.5 だし、でも正直26のあのドクターマーチンって点号がないんだよ。本当は 26.5 がいいんだけど、26の次が27なので27は大きすぎてパカパカになっちゃう。じゃあ25度へ吐き鳴らすしていくしかないということで25っつった今26だけど、きついです正直。だけどまあ慣れたし広がったっていうのもあるけど、冬用の靴下履くと痛いが、ほんと薄っぺらなのじゃないともうあかんよって感じ。人によって多分でもどうなんだろう、違うと思うけどし、足が大きすぎて靴が離れるのでもうマーチンぐらいしか履けないの。ウィメンズのやつ。そうだから新しいの買おうかなって思ってる今。暴走族の総長に見えますし、本当？でも私は、ね、そういう暴走族の後ろ車でくっついて走ったことあるよちょっとやんちゃじゃない？可愛いのある？でも登山のはちょっとな。ハーブ店勝沼の店員さんもユニークらしいんですよ。え、本当？あの一回行ったんですけど、その時私 CD と名刺をすっかりもうどっかに置いてきちゃって、どっかっていうか置いてきちゃって、そうなんだろう、言えなかったんですけど、いろいろまあ言ったんですけど、でハーブ店の勝沼の方も確かに面白かったですね。マジで面白かった。なんかハーブ店さんみんな面白いですよね。川口湖店もなかなか面白いし、なんかカレーの風味がする、カレーの代わりのハーブとか入り口にあって、そう、それをそのハーブの引っこ抜くと下から白米出てくるんですよとか言われて、え、マジと思って、私マジだと思っちゃって、まあ嘘ですけどねみたいな。すごいね、ユーモアすぎてね、楽しかった楽しいよ。おしの八海とか富士五湖は山梨です。おしの八海山梨、富士五湖山梨だよ。富士五湖言えますか？私ちょっと今言えるか不安になっちゃった。川口湖、庄司湖、
元スコ最高やばい、あと一個どこ、川口湖合ってる、川口湖、川口湖最高もそうだよね、元スコ正直湖あと一個どこ、川口湖山中湖、山中湖だ。いや私あの富士五湖って最初聞いた時富士五湖っていう湖があると思った、それ違うんだってね、そういうなんかその5つで富士五湖っていうんだって。しばらく会えないから僕の好きな片磨きにしてくれたんだね。いやいつも私片磨きです言うてね、言うてマジか、手難しいな、そう難しいんだよ私、ありのままでイコール天才ですね、わかりますいつの話しようとそうだから天才なんだよ天才、はい天才です、こんにちは。今日の犬飼虫ありらしかった、本当私もうダメだ、感極まった。ふみさんにあの泣いてないのに感情的になってるって言ってるのはめっちゃ面白かったって言われた、じゃ泣けよみたいな確かにと思って。かん副業、え何の話だろうこれ、何だろう、何の話、猿橋行ったことある、本当、まあ、でも東京から来るならまあ割と近めかもしれないね。缶、缶販売、あ缶販売だよ缶販売、え待って缶販売って知らない、えそのままだよ缶販売だよ、え缶販売だよ、今夜失礼します、血圧測ってみようと思います、ラジバン寝ようと思って見てラジバンダリー、それ1個足りないよ、足りが、おやすみ。マーチの靴で2万くらいするやつ欲しかったけど諦めたのでください、嫌です、でマーチって大体2、3万じゃない、でも長く使えるからいいと思う。山中湖みんなご存知だ山中湖、私あのねあとねキャンプをした、一人キャンプを、あてか違う、キャンピングカーで旅をしたいという夢があります夢がある、生田真子、あーなるほどね、おーちょっと面白いかも、お腹すいた、ご飯を食べん、一瞬あと一個どこって逆、え何それちょっとやば、やっぱ私天才かもしれない、ちょっと自分でも気づかない、ちょっとお笑いな感じ言ってたか、言ってた、えそれあれだよギャグだよ、そういうギャグ、さすがじゃんプラさん、えそうだよそういうギャグでみんな気づかなかったの、あと1個どうこうってやばいね、いやもうそういうのを拾ってくれてありがとう本当に、もう最高、楽しい楽しい、家事力もそろそろ鍛えましょうね、聞いてほしい、私小違う中3中学校か中学何か忘れたけど漢字検定を3回受けたんですよ、しかも4級全部落ちた勉強してないけど、言うてさ漢字検定4級ってさそんなね、そんなさほどまあ難しいよね、まあ勉強しなくてもいけんじゃねみたいな思ってたかな、まあ、見事に落ちましたよね、四字熟語とか全然わかんないし笑っちゃったやばやば落ちたと思って、そういえばよく自分だけ笑ってる時があるな、え本当、ジョモちゃんも笑ってくれてる、いや正解だよそれは、缶売りたい、じゃ缶販売で缶販売、よっちゃんこんばんは、こと池何が違うのかな、え分かんない、なんだろうね、広さ、恋がいるかいないか、車売るの違う違う、あのあれだよ、えカー販売って聞き慣れない、えカー販売って言わない、あの車で移動車で物を売るっていうやつだよ、えカー販売って言わない、移動式カー販売という感じなんですけど、
そのなんだあの店長やったのもそうだけど、そういうのを車で移動式で販売すればむしろ出向くって感じ、こっちが出向く、それすればこうより多くの人に味わってもらえるんじゃないかと思って。あ、移動販売っていうの？カー販売って言わないの？え、カー販売だよ、私の世界ではカー販売っていうの。タピオカ屋さん、タピオカもカー販売なの？でもフルーツとかさ、その、まあ、富士山プロダクト公式アンバサダーにもなってるんで、まあ、できたら面白いなって思っているが、しかしこのご時世どうかなっていう、まあ、私が勝手にやりたいって言ってるだけなんだけど、そう、私が勝手にやりたいって言ってる、まあ、ね、やりたいことは口に出して言った方がいいからね、やりたいでーす。やりたいなー、誰かー FM 甲府さん。やりたいな。キッチンカーとか移動楽しなくさ。明日もし私がそうだ楽しなくて参加できなかった場合、まあ多分特典券は買えるようにはなってると思うんですが、ワンチャン何の写真が来るか分かんないって感じだね。その山梨でね撮った写真かもしれないし、ラジオの時に撮った写真かもしれないし、ちょっと見当がつかないですね。ですが今後やっぱオンライン楽市楽座とかオンラインリリースイベント、リアルなものがなくなってオンライン上でのね特典会が始まるよっていう感じなので、まあそちらの方でもねぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思いますので、皆さんお待ちください。ちょっとふざけてるように聞こえるでしょ、めっちゃふざけてるよ、言い方可愛かった、やめて垂れちゃうからね。ホブさんこんばんは、誰も理解できてないの？やばいんですけど、本当に。え？今日ライブ見たの？ちょっと。プパン来てよ。もうしばらく会えないの、また。見当つかないの、ある意味、レアだな。でしょ？どこからどこの写真かなみたいな。私が、家出る前の写真かもしれないし。あ、やば、今渋滞ハマっちゃったよーって言って撮ったセルフの写真かもしれないしね、えドライブレコーダーで写った私の写真かもしれないしね。どんな写真だよっつって、得意の企画書書いて梅さんとさ。そう、ワンチャンそうだよね。あ、でもね言ってある、あの富士山プロダクトさんの方にはね、あ、なオーディションじゃないけど、そういう時なんかやりたいことありますかみたいなところでは、カー販売をしたいですって書いた。企画書作るの大好きなの、本当に。私自由研究とか向いてるかも。研究する過程はね嫌ですけど、なんか文章になんかまとめるのが好きなのでね、楽しいよね、わかる。当日にしーちゃんやってた。しーちゃん出ちゃった、興味はめっちゃ熱く語ったんだよね。髪色配信と違うね。え、でしょ、配信全然違うよ、なんか色変わります。あ、ライブと、え、全然変わるよ、こんななんか綺麗な色しないもん、もうここめっちゃ黒だし緑だし、まだよく見える。ドラレコマクサーでしょ、そう、ドライブレコーダーで大公開。それはそれで欲しいやつだ。でしょ？面白いでしょ？だから何が、おみくじ、あ、おみくじにしちゃえ。そしたら、明日いいや、おみくじにしよう。何が当たるかわからないおみくじにしちゃう。わはは。いや、当たり外れないけどね。え、まだチェックインしてなかったの？やばいじゃん。あ、まだでも、あ、え、待って、まだ11時なの？びっくりだね。プロダクトさんも、車販売だと思ってた、面白い。え、それやばいね。どこから仕入れるの？車って感じ。え、シルバーっぽかった？え、正解だよ、本当はシルバーだよこの色。でもみんなが緑って言い出すから、あ、なんか緑なんだなって勝手に思ってたけど、本当はシルバーなんだ。
そう、全部当たりだよ、チケラ。そうそう、全部当たり。駐車場で配信見たの、わお、それは早くチェックインして。盛り上がっていきましょう。あ、待って、何分か配信してたんだ。15分。あら、あ、もう1時間経ってしもうたよね。ということで、そうそう、終わりにしたいと思います。今度物販行きますね。ぜひ、ゆうてバンドジャパンはもう今日、明日、6日から、ライブ自粛を始めるんで、15日までね、もうリリースイベントとかオンラインでの、オンラインじゃない、リアルのライブが全部キャンセルになってしまったので、まあしばらく会えないよって感じなんですけど、さらにはまあ情勢的にね、その緊急事態宣言だってるが発動したので、なんかトラップカード発動みたいな発動したので、そう、今月いっぱい、なんか1月いっぱいみたいな話をなんか噂で聞いたりして、どういう風になるかわかんないんですけど、とりあえず15日までっていうバズジャパン的にはなってるので、そう、またいつあるかわからないという、むしろもうね、1月いっぱいも無理かもしれないっていうのもあるしね、わかんないけどね。なので本当にある時に来てねというお気持ちはやっぱこの1年間強かったですね。本当に車牛くん、そう、牛くんがいたね。あ、ゆうみさんに、そうだ、ゆうみさんがイベント中なので、なんか洗濯機がもらえるんですよね。最終的には洗濯機をもらえるなんて素敵なことなんですけど、まあゆるいべなんですが、ぜひ皆さん星をね投げに行ってみてください。行ってあげてください。ということで、明日はですね、FM 甲府ラジオで、私が月1、毎月第1水曜日に FM 甲府さんで、ケミカルベースというね、毎週水曜日ケミカルベースっていうコーナーがあるんですけど、そのコーナーの中に、私のコーナーを設けさせていただいておりまして、滝島愛理の万歳日本愛ラブ山梨というタイトルで、14時20分頃から私出演しまして、まあ、3時ぐらいまでね、います。まあ、公開収録でもあるので、あの山梨学院大学内のね FM 甲府ラジオでやっているんですけども、まあ、このご時世なので皆さん、まあ、来られる方は距離を取ってね来ていただけたらなと思いますし、無料で、あの全国どこからでも視聴できるサイマル放送でね、あの視聴可能ですので、そちらでも楽しんでいただけたらなと思います。緊張するね、本当に。私おしゃべりがね本当得意じゃないので、わかるでしょ、おしゃべりが苦手なんですけども、まあでも精一杯ねこなして強くなって成長したいなというお気持ちでやっております。ぜひ温かく、耳を温かくして聞いてくれたら嬉しいな。そう、こういう感じなんで、わかる、私の面白いの、わかった、急に思いつくっていう、耳を温かくして聞いててどういう話みたいな感じでしょ、そういう単語で思いつくのよ。そういう面白さ伝わった、今の感じで、今の感じ伝わったんじゃない、わかった、わかった人。あ、ちょ、これラグがあるからね、切ないんですよね。わかった人って言って、はーいってすぐあのレスが来ないので、ちょっと悲しいというか恥ずかしいですね、この間。この10秒20秒20秒ぐらい多分ラグがあってね、その20秒間ね、あのみんながきっとはいって言ってくるでしょうって思いながら待っている時間が一番切ない。本当に一番切ないよ。こんばんは、岸さん。思いつくでしょ、そうなのよ。耳当てしたら今日ダメだよ、そういうマジレスしたら、あのタドトダさんダメだよ、そしたらもうフリータイガーって呼んじゃうからね、本当に。フリータイガー、よくわかんないけど嫌われたくないので、はい。いいんだよ、そんな余計な言葉いらないから、はいだけでいいの、みんな、わかった、本当に。果たしてラグのせいだけにだけだろうか、いいの、そういうもう余計なこと言わないの、みんな。はいって言えばいいんだよ、本当に。
そうそう、そんな感じでね、まあこういうのがね伝わる伝わればいいな。もうほんとね人と会話できないんです。ほんとマジで人と会話できないんですよね。なので頑張りたいと思います、会話できるように。はいはいはい、ダメだよ、はいは1回でいいんだよ、ほんとに。はいは1回だから、チェックインしてるのね。めっちゃリアルタイムじゃん。そう、あ、この会社面白い、ほんと。いや私ね、私ね、たまにね自分がどっちか分かんないんだよね。どっちかって別に男と女が自分の性別が分かんないとかそういう話じゃなくて、自分がなんかツッコミなのかボケなのか分かんなくなってきて、なんか分かんない、このねバンズジャパンに入ってから自分は突っ込む方なんだって思ったんだよね、割と。だけどそのなんだ、地元にいた時は私ボケることしかやってなかったから、まあ、ツッコミもそんな分かんないけど、まあ、いじるみたいな感じじゃんツッコミって。あ、なんか私こっちの方が得意かもしれないって思ったけど、なんかメンバーの方がねこうツッコミがなんか上手で来るから、私がボケっていうか、 なんかボケの方になっちゃうんだけど、その適応力がない。その適応力がないなと思って、なんか違う、なんだろうねこの不思議な違いがある。本当に吉川さんが車回すは在庫あるはず。本当、私もあのキャンピングカーでも移動したいぐらいですね。キャンピングカーでもう一人旅をしながらあの販売をしちゃおう企画みたいな。え、マジでやりたい。でもほんとキャンピングカーはやりたくて、やりたいなって思ってるし、まあね、あの、まあ、山梨にね住み帰るっていうのもあるし、だって近所なのかなって思ってるからな、わかんないよな。なんか結構勢いで私やってしまうので、なんでも、まあ、やりたいと思ったらねもうすぐ行動移しちゃうので勢いでやっちゃう、ためらわずみたいな感じなんで、急にやりやすかもしれないよね。今日はキャンピング